結局はここに戻っちまったか。ああ、そうだな。俺らは他人様を見下ろす高い場所よりもこういうところでこそこそやってる方が性に合うんだ。河原さんは最後まで本物のデカだった。ほんの少しだったけど父に会えてよかった。スユンの隣に眠らせてあげようか。そやね、それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの、今さら水草やないか。うん。26年前、狭山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。ああ、人言派が接触したとしたら今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ、うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。また人言派が仕掛けてくる可能性は高いな。こいつを調べれば何か手がかりがつかむかもしれん。倉橋が持っていたものだ。警察に押収される前にいただいてきたのか。ああ、彼女なら解析できるかもしれん。分かった、こっちも大阪を出たところだ。夜までにはそっちに着くだろう。じゃあ、道具を積んだトラック5台がカムロ町に到着したそうですわ。そうか、いよいよか。ええ、カムロ町振興は近江連合の長年の夢やった。五代目の親父さえ結局は手出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会がくさびを打つ時が来たんですな。ええ、わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。そして本物の竜になる。親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。ここまでは計画通りだ。最後まで気は抜けんぞ。あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。入れ。失礼します。合流会がついに全勢力をカムロ町に向かわせたそうです。そうか、このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。ダメね。ダメか。ええ、このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか、仕方ないわね。あ、ってことはなんだ。本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の？ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。
問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え、そうか、その手があったか。佐山、お前これからどうするか。ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあそうだけど。じゃあ頼んだ。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。さあ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
うまいな。ありがとうございました。あなたか。ごめん、お店勝手に使わせてもらっちゃった。ええ、どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや。関西に帰るのか？ええ、あんなことがあったばかりだから、ママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。ああ、そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね。もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、怖いの。これ以上事件のことを調べるのが、初めてそう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも あなたの言った通りよね。辛くなっちゃった。でも、もうやるしかないのよね。大丈夫だよ。え？結果であろうと、俺が全てを受け止めてやる。だから、何があっても帰ってこい。この町に。
何？ああ。おお、来たか。和樹。桐生さん、すいません。お呼び立てして。いや、それより体の方は大丈夫なのか。ええ、もう大丈夫です。和樹、すまなかったな。こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ。実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も？え、じゃあ店にいた和樹さんは。ああ、あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ。自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は韓国人でした。尋問派の連中か。そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らお前を利用して俺たちをはめようと。おそらく。桐生さん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。なんだ。監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。どういうことだ。爆弾は一個じゃない。すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。え？奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ数はわかります。いくつだ。連中は言ってました。26年前、殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。桐生、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破、そしてもう一つが昨日倉橋が準備したものだとすると、残りは31個だ。キリュウ、俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。
爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても専門知識がなきゃ処理することはできんからな。わかった。ん？何？ああ、いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。時間食っちまった。どちらまで行かれますか？それでは出発。31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足立ってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。搭乗会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を郷田隆二のような奴に好きにさせたくねえんだ。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前聞いてくれ。いいか、これは搭乗会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺
たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として体張って合流会のカムロ町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める登場会の跡目ですね。俺だ。分かった。すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ。伊達さんからだ。何か問題があったらしい。食っちまった。行くぞ。時間食っちまった。
行くぞ。こっちも見て、こっちも見て。会長さん。そう。何があったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。なんだって。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ神室町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする。俺が相手になる。一人でか。この広い神室町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。そろって不景気な面しとって。真島の兄さん、ギルちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や。どけどけ。おりゃ。ありゃ。おりゃ。どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわいや、なんでやねん。なんで動かへんねん。うわりゃ。おいおい大丈夫か。うわりゃ。やめた方がいいんじゃないか。あ、うわりゃ。うわりゃ。いや、動けやくれ。動けやこのボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。ま、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで。伝説の情報やはん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ。ん？何？おい。
おい。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。なんだおっさん、泣かすぞ、てめえ。たく、時間食っちまった。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。獣や人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。その通り。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍子。おお、いつらや。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。
使って仕掛けたんじゃねえのか。ありゃ人号班勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカムロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部鼓動を済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしや。最初の勝負や。